ケズです。ルーザーピアノ初級 D メロ動画の今日は1になります。小節で言うと1、2小節ですね。この右手、左手と両手で合わせる練習をしていきます。 D メロの1、2小節、今日練習するパートで弾いてみます。では早速説明していきます。4、3、2、次に3、2、1、2となります。4、3、2、3、2、1、2の順番でシ、ラ、ソですね。次にラ、ソ、ミ、ソと弾きます。ここですね。もう一度いきます。はい、この次いきます。4、4、4、3、4と弾きます。これで今ここのシから始まってますが、1オクターブ上のシです。こうですね。ここまで一回いきましょう。次に5、4、3、2でドシラソと弾きます。こうですね。では頭からいきますね。ここでのポイントです。最初のシ、ここから始まりますよね。はい、次に1オクターブ上のシ、ここですね。弾き間違いがないように、視線は今この辺を見てると思うんですが、もう弾き始めたらもうここを見てていいです。はい、次弾くところです。鍵盤を見て弾くように練習してみてください。ではゆっくり3回練習してみましょう。左手ですね。5番と1番でミとシですね。はい、あとずっとですね、5番と1番を使っていきます。あと鍵盤弾くところが変わっていきますね。今度はドとソになります。この次にソとレ、1番でソを弾いてますよね。ここに5番を持っていくと、こうですね。そして1番はレです。ですね、次はレとラになるんですが、ここのレとそしてラになります。こうですね。こうなります。では両手で合わせる練習していきましょう。シラソラソミソの時ですね。最初4番でシを弾きますよね。この時に左手もですね、まあ、1番がシと、ここですね。あと左手はまあ5番でここのミも弾きますけどね、まあ、ここからスタートすると。はい、次ラソミソのラの時に左手ですね。はい、まずはこれだけ練習してみましょう。左手は1番でソを弾いてますよね。ここにそのまま5番を持ってくると、右手は4番で1オクターブ上のシですね。こうですね。
では次いきます。右手がドを弾くときに左手ですね。はい、では頭からもう一度いきます。はい、ではゆっくり3回練習してみましょう。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンでですね教えてください。弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。Thank you.